はい、こんにちは。グッドテスト TV のひろとです。ってことで、だいぶ涼しくなってまいりましたね。やっぱりこういう年々過ごしやすい季節が好きになってきますね。もう昔は夏ってだけでなんであんなテンション上がってたのか、もう今考えると意味がわからないですね。ってことで本日なんですけど、以前コメントで、リクエストいただきました、テナックスの商品をやっていきたいと思うんですけど、その中でもこちら。はい、緑の缶のエクストラストロングをレビューしていきたいと思います。テナックスはね、いいんですよね。僕毎回動画でいいんですよねって言ってるから、こいつ大丈夫かって思ってる方もいるかもしれませんが、大丈夫です。はい、別に僕はどこかのメーカーの人でもないですし、ただただ世界中のスタイリング剤をレビューして、いいものはいいと、微妙なものはちょっと微妙なだってそのままお伝えしてますんで、参考にしていただければなと思います。で、これ何がいいかって言いますと、テナックスってイタリア製の、ブランドになるんですけど、その香りと使用感がね、こうすごく日本人的な感覚と合ってるなって個人的にはすごく思うんですね。テナックスのポマードは全部で3種類ラインナップされてまして、今回ご紹介する緑の缶のエクストラストロングは、シリーズの中で最もスタイリング力が強い製品になります。お値段が 125ml で3000円、25ml で650円となっております。今手元にあるのは大きい方のサイズですね。 125ml 缶です。パッケージの素材は缶になってるんですけど、結構厚みがないと言いますか、ぐっとこう力を入れて缶を握るとそのまま変形してしまうような、そんなちょっと華奢な作りになってますね。蓋とかもこう上から指で押すとこうベコベコってこうへこんでしまうような感じです。カラーはシンプルなグリーンというよりは、まあ、ミントグリーンと言いますか、ライトグリーンと言いますか、結構爽やかな色になってます。ただデザインはかなり男らしい感じになってますね。サイがモチーフになっていて、力強さとか、そういったものを連想させます。まあ男臭いんだけどあんまり暑苦しすぎないっていうね、スタイリッシュさも残したおしゃれなパッケージだと思います。でこちら蓋は回して開けるタイプじゃなくて、パカッと上からかぶせるだけのタイプなので、カバンとかに入れて持ち運ぶとしたらちょっと不安かなっていうところもありますかね。まあ一応しっかりと蓋は閉まるので大丈夫だとは思うんですけど、心配な方は持ち運ぶ際は念のため蓋が開かないようにこう何かで止めたりしといた方がいいと思いますかね。中身なんですけど、色的にはこうメープルシロップのような、結構濃い茶色です。指には取りやすいんですけど、テクスチャーはやや固めかなって感じですかね。割と粘り気があって、少しこう水飴が混じってるような、そんなイメージの質感です。手のひらでも粘ついてちょっと伸ばしにくいなという感じがしますね。少し力を入れながら、伸ばしていくような感じになります。まあポマードらしいテクスチャーってところでしょうかね。でこちら香りなんですけど、公式によるとラベンダー、ミント、ベルガモット、シトラス、サンダルウッドの香りって書いてあるんですけど、まあ簡単に言うと、まあ、香水みたいな匂いですね。こうスパイスが効いたきつい香水の香りっていうよりは、もうちょっとこう上品で、高級感のある香りがしますかね。まあ、男性も女性もこれを嗅いでそんなに嫌な感じがする方はいないかなと思うんですけどね。あとはこうやって直接嗅いだ印象はそんな感じなんですけど、髪につけるとねちょっとね甘い匂いに変化するんですよね。まあ、甘いって言ってもそんなお菓子みたいにこう甘ったるい匂いじゃなくて、ちょっとねこうほんのり甘くなるっていうイメージです。でこちら香り自体も結構強いので、パーティーに出かけますとか、デートに出かけますっていう時はまあこれいいと思うんですけど、それ以外の普段使いとして使うとしたらちょっと使いにくいかなっていうところはありますかね。これをつけた人が6畳とか8畳くらいの部屋に1人いたらもう部屋中この匂いが充満すると思いますね。まあ、ただ繰り返しますけどそんなに嫌な匂いじゃないと思うんですけどね。なんかこうアパレルショップの店内みたいなね、そんなこうすごくおしゃれな匂いがすると思いますね。はい、スタイリングについてです。ちょっと粘ついたテクスチャーなので髪につけると最初はややセットに手こずるかなっていう感じもありますが、馴染んでいってからはコームとか指通りは非常によく、総合的に考えるとまあスタイリングしやすいポマードと言えるんじゃないかなと思います。使用感としては、髪につけた直後は結構こうテカリ気味にツヤが出るんですけど、時間が経つにつれて馴染んでいきツヤも落ち着いてきます。最終的にはまあ普通の水性ポマードと同等かちょい弱めかなくらいのツヤに落ち着きますかね。そしてこちら結構バリバリと固まってくる系の水性ポマードになります。
なので一度固まったらこう再セットはしにくいんですけど、ホールド力は強いです。なのでハードに固めたい方でも結構満足できるような、スタイリング力があると思います。そして水性ポマードになるので、もう洗い落としはもう簡単ですね。ここでちょっといつもみたいにスタイリング写真の紹介をしようと思ったんですけど、ちょっと公式に写真が載ってなくてですね、なんでちょっと分かりにくいかもなんですけど、まあ僕がつけた感じこんな感じなんですけど、ちなみにこれは紙につけてからある程度時間が経ってこうパリッと固まった後になりますね。固まった後はベタつき感もなく重さも感じません。ツヤはそんなに強く出ないけどホールド力は強いって感じですね。まあ本当僕みたいにこういう細い髪の毛がちょっとこうやってサイドに流すくらいに使うにはもったいないくらいの、セット力ホールド力があると思います。なのでこうもっと本当こう毛量が多くて、収まりがつかない方とか、もう本当にこうピタッとねこう固めたい方に、すごく向いてると思いますね。本当そういう使い方した方がこのポマードも喜んでくれるんじゃないかなっていう感じもします。まあジェルまではいかないんですけど、まあそれでもこう全体的にこうパリッと強く固まる仕様になってますんで、セットしてからあんまり動かしたくない方には、すごくいいと思います。まあ逆にちょっとしなやかなセットにしたい方はちょっと微妙かもしれないですね。ということで今回リクエストいただきましてレビューしました、テナックスポマードエクストラストロングなんですが、本当にこの上品で高級感ある香りと、ハードなホールド力と、非常にねこう品質はねすごくいいと思います。まあその代わり値段もこのサイズでね3000円ってことでちょっと高いですけどね。まあテナックスって2017年にイタリアで生まれたブランドってことで、最近では結構日本のバーバーショップでもね取り扱ってる店舗とかも結構多いみたいなんですけど、そんなにまだ日本ではメジャーなイメージはないですよね。まあブランドの歴史が浅いためか、それとも日本であんまり広告引っ掛けてないためかちょっとわからないですけど、まあ個人的にはこれもっと人気出てもいいだろうって思ってるんですけどね。冒頭にも言いましたけど、非常にこう日本人的なおしゃれ感覚とすごくなんか合ってる、ブランドだなって思うんですよね。これ本場イタリアではどういう存在なのかちょっと気になりますけどね。ってことで個人的にも結構一押しな、テナックスポマード、よかったらいかがでしょうか。こちら気になった方は商品リンク概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。